はい、皆さんこんにちは。えー、本日の森すチャンネル始めていきたいと思います。森哲チャンネルスポンサーをやっております、早稲田語学塾代表の平です。本日なんですけれども、ちょっとまあいつもと違った雰囲気の動画だなということは、まあちょっともうお分かりになるかもわからないんですが、まあちょっと急遽、えー、今日、あのー、内容を変更して、えー、お送りしたいと思っています。こう、ああいう動画をこう出されて、でまあ皆さんからこう、ああいう反応があって、 まあちょっと僕もまあ見たんですけど、まあ、昨日の電話でもちょっと話したかもしれないですが僕の感想ね、うん、まあちょっとやっぱ昨日の動画はまずかったかな森田先生があの言えないことがたくさんあるっていうのはもう僕ずっと見てたから、うん、そばで、うん、まあただ呼びをこのままずっと続けていくのかどうかっていうところも、まあ、昨日はまあそれをこうちゃんとまあ、ね、こうやめたっていうことを皆さんに説明する場だったと思うんですけど、うん、言えないことがあれだけあるんであればむしろ。 出さない方が良かったかな？っていう気もちょっと僕としてはしちゃったかな。うん、やっぱあれを見ると、やっ今は、まあ、視聴者の皆さんがでなんで辞めんのっていう風にまあ、なっちゃうのも、まあある程度しょうがないかなっていうようなまあ、印象の動画ではあったかなという風に思うんですけど、うん、平気な気持ちで辞めたわけじゃないじゃないですか。うん、なんかまるで皆さんね。なんかそんな簡単にコロっとね。やめちゃうんだみたいな。風にこう思ってるかもしれないけど、うん、僕は彼がどれだけ？ こう一生懸命やってたかとか苦労してたかもよく見てきたつもりなのでなんかその辺がすごく誤解されて伝わってるのがとってもなんかこう残念だなというか、うん、まあ態度だけはに、まあ、に神妙にしておいた方が良かったかなっていう感じはしますよねこう、まあ、いろんな戦いはどうあれこう,こういう形になってしまったことに対してなんか自分で責任とか感じてらっしゃるんですか、うんまあ、そうですねね責任は、ねうん 責任すら取らせてもらえない状況なんで、うんまあ、何もできないんですよ、うん、もちろんやりたくてもできないんでまあ彼は本当にただすごく苦しんでもいました、まあ、それはもう事業家の,あのマナーとして相手へのリスペクトとしてまあ言えないことがもうたくさんあってただこれはどんだけうまく説明しようとしても受け取り方によっては 相手の悪口みたいな感じで伝わっちゃうし、なかなか難しい話なんですよ。いろいろあったっていうことでもうちょっとここまででどうかあのご理解いただきたい。彼は本当に平気な気持ちで辞めたわけじゃないっていうことは分かっていてほしいと思います。ただ、お願いなんですけれども、ちょっと、まあ、Twitter の DM 及び動画のコメント欄が誹謗中傷等でちょっと行き過ぎてます。なので、 あのちょっとここ皆さんそろそろあのご自重いただきたい殺人予告が来たりするのはちょっとやりすぎかなというふうにちょっと思っています今後の「森鉄チャンネル」にも影響してはならないと思っているんで動画のコメント欄とかツイッターにちょっとこう誹謗中傷が多くて昨日の夜なんかはまあ森田先生と電話してたんですけどちょっとやりすぎかなと森田先生もすごくこう昨日は憔悴しきっててなんかこう最近だとねあのテラスハウスの女の子とかね <laughs> あとは何だろう、あのー、三浦春馬とか、あのー、竹内優子のこととかがあってなんか自殺するんじゃないかなって今日この場に俺来れるんだろうかみたいなことをすごくビクビクしながら、まあ、ちょっとこうね、うん、あの迎えてたんですけど、ね、何回もね、うん、生きてますかってそうなんですよね。 だからすごくちょっとこう心配したんで、ちょっとあの、皆さんできれば控えていただきたいなと。皆さんに今どう映ってるかわからないんですけど、ちょっとこう僕がまあ緊急で来ないとまずいぐらいというか、まあ、ものすごく見えてる以上に憔悴しきってます。結構、だいぶコメント欄にやられてしまったみたいで、あんまそういうキャラじゃないと思ってたんだけど、意外にもちょっとこう傷ついていて、えー、本日のこの動画に関してはコメント欄とか、あと、えー、まあ、 高評価低評価ボタンはオフにさせていただきます。えー、それからまあ今後の森鉄チャンネルの,あのアップロードに関しても、すでに、えっ、ー、と、編集などが終わっている動画が5本ぐらいあるんですけれども、それに関しては、えー、まあ、随時上げていきます。ただ、まあ、森田先生のこう回復状況次第では、 えっとまあ、ちょっとあのそれが上がった後はしばらくまたお休みをいただくかもわかりません、まあ、それはまあ少しあの彼の状況と、まあ、彼の気持ちで、まあ、ちょっとこう決まってくる部分なのかなというふうに、えー、思っています、えー、皆さんのこう期待に添えるコンテンツ教育コンテンツをこっちの方でちょっとこう表現していける分表現していきたいと思っていますのでそちらも楽しみにしていてください以上です <laughs> ありがとうございました